漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあそれでは今回もやっていきませう。党派の記録探索応援開催記念、サガ魂ガチャ、ボール編、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。今回のガチャの新スタイルはロマサガ3のポール、アーミック、サガフロアンのローズの3名。てなわけでまずはじめにチェックしていきますのはポール。器用さが 110% プラス14、体力が 98%、精神が 97% プラス14と高め、他は知力が 95% とこちらも高めでございます。ポールのアビリティについて、バトル開始時、味方全員の OD ゲージを満タンにし、味方全員にオーバーエンハンス超極大を永続付与。ターン終了時に味方生存者全員の OD ゲージをショーアップ。攻撃スキル命中時にクイックチェッカーで確定追撃。OD 攻撃時に味方生存者全員にスティール2回を1ターン付与する夢見た少年。クイックチェッカーは D 威力突然体攻撃。攻撃命中時に素早さデバフショートスタン付与のおまけ付き。スティール2回はウィーク攻撃命中時に2回上限で、対象に腕力、体力、器用さ、知力、精神デバフ症に防御弱化症を1ターン。自身に腕力、体力、器用さ、知力、精神症アップに防御強化症を1ターン付与の効果。ターン開始時、敵全体に攻撃弱化症を1ターン。味方生存者全員に防御強化中を1ターン。自身の BP を2回復する高弱防強に、余ダメ超極大アップ、非ダメ特大軽減の攻防の戦技録。開幕味方全員 OD ゲージ満タンスタートに OD 攻撃時の火力をアップ。ターン終了時には味方生存者全員の OD ゲージをショーアップできます。さらに OD 攻撃時には味方生存者全員にスティール2回を付与して、敵には素早さ、愛、魅力以外のステータス5種類にデバフに防御弱化で火力底上げ。自身にはステータス5種類バフに防御強化で耐久力を底上げできます。追撃持ちと一緒に編成するといい感じですな。ただウィーク攻撃命中時が発動条件ですので現闘場でのお仕事がメインでしょうな。毎ターン開始時に敵全体の火力ダウンと味方生存者全員の耐久力アップで火ダメ軽減に貢献。攻撃命中時にはクイックチェッカーでの確定追撃で全体素早さデバフもこなせます。ボールのスキルについて、BP レイで使える D 威力突単体攻撃の踏み込みの矢。こちらは攻撃前、自身の器用さショーアップのおまけ付き、BP8 で使える E 威力突縦一列ファスト攻撃のスティールショット V。こちらは攻撃前、味方生存者全員にスティール2回を1ターン付与のおまけ付き、BP8 で使える E 威力横縦一列ファスト攻撃のスティールショット H。こちらは攻撃前、味方生存者全員にスティール2回を1ターン付与のおまけ付き、敵の配置に応じてスティールショットの V か H を使い分けて戦う感じですな。OD 攻撃時に味方生存者全員に付与できていたスティール2回をスキルでも付与できます。OD 攻撃と合わせて使えば重ね掛けもできますな。続きましてチェックしていきますのはアーミック。腕力は 98% でそこそこ、素早さは 120% プラス14と高め、他は知力が 100% プラス14。精神が 95% と高めです。アーミックのアビリティについて、余ダメ極大アップ、非ダメ特大軽減、攻撃スキル命中時、エアフィストで2回確定追撃するチャパ族の釣り師、エアフィストは C 威力だ横一列攻撃、攻撃命中時に腕力デバフ症と知力デバフ症付与のおまけ付き、攻撃命中時、自身の HP 極小回復に BP1 回復、対象に防御弱化症を2ターン付与、腕力デバフ中付与の破壊のコツ1。ターン開始時、自身の腕力と素早さ特大アップ。自身にヒートアップ特大を上限5回で付与するハイブリッドボルテージ4。腕力素早さ、攻撃命中時に追撃込みで合計3回攻撃。その都度破壊のコツが発動するので自身の HP と BP を回復。さらに防御弱化に腕力デバフをがっつり付与することができます。エアフィストで腕力と知力デバフも付与できます。アーミックのスキルについて、BP3 で使える C 威力だ横一列攻撃のエアフィスト。こちらは攻撃命中時に腕力デバフ症と知力デバフ症付与のおまけ付き、BP6 で使える A 威力だ単体攻撃の3点撃。こちらは攻撃命中時に腕力デバフ症、
素早さデバフ症、知力デバフ症のおまけ付き、BP 銃で使える SS 威力だ横一列攻撃の超古老砲。こちらは攻撃命中時、対象の腕力バフと知力バフ解除。さらに腕力デバフ中、知力デバフ中付与のおまけ付き、超古老砲で腕力知力バフ解除しながら腕力知力デバフを付与。エアフィストで腕力知力デバフ付与。そしてさらに追撃のエアフィスト2回で腕力知力デバフを付与。腕力知力デバッファーとしてだけでなく打の横一列火力としても活躍できますな。3点撃で腕力知力だけでなく素早さデバフもこなせます。最後にチェックしていきますのはローズ。器用さが 98% でそこそこ、精神が 113% プラス14とかなり高め。他は素早さが 105%、愛が 76% プラス14と高くなっております。ローズのアビリティについて、バトル開始時、味方全員にウェポンエンハンス重強極大を永続付与。さらにローズサプライ、シスターズエールを永続付与するしっかり者の姉。ローズサプライはターン終了時、付与された味方が10スタイルの場合、OD ゲージ中アップ、自身の HP 極小回復の効果。シスターズエールはターン開始時、付与された味方が10スタイルの場合、体力、器用さ、精神、愛、魅力中アップ、BP3 回復の効果。ターン終了時、味方生存者全員に攻撃強化台と防御強化中を1ターン、攻撃被弾で HP が0になった場合、味方生存者全員の HP を特大回復する攻防の希望3、火ダメ特大軽減、味方全員生存時、味方全員の余ダメ中アップ、火ダメ大軽減のスーパースクラムガード、パーティーの10スタイルの余ダメを永続アップ、ローズサプライ、シスターエールでターン開始時と終了時に10スタイルの味方のサポート、HP 回復に BP 回復、OD ゲージアップ、腕力、素早さ、知力以外のステータス5種のバフを付与、さらに毎ターン開始時に火力と耐久力をアップ、味方全員生存時にも火力と耐久力をアップ、自身が攻撃被弾で気絶した時は味方生存者全員の HP を回復することもできます。ローズのスキルについて、BP3 で使える味方全体補助技のジャンクポケット。こちらは味方生存者全員の BP2 回復と HP 極小回復の効果。BP9 で使える味方全体ファスト補助技のローズコールプラス。こちらは味方生存者全員にガードアップ台を2ターン付与。さらに体力、精神、愛、魅力中アップの効果。BP10 で使える威力だ熱単体ランダム3回攻撃のみんなで総攻撃。こちらは攻撃命中時、対象に打属性防御弱化中を2ターン付与のおまけ付き、みんなで総攻撃で打属性防御弱化を付与して打属性の火力底上げできますが、基本はローズコールプラスとジャンクポケットを使ってサポートに徹するといった感じでしょうな。ちなみにローズコールプラスはコンボ技と銃技とで演出が違うみたいです。というのがこちらのガチャで実装されたスタイルの性能でございました。それではここからは今回のガチャの個人的な感想でございますが、基本的には現登場用に特化したガチャといった感じでしょうか？特にローズは層が薄い銃の現登場でのサポーターとして長く活躍してくれそうな感じです。弓の戦力が手薄ならばポールを狙うのも良きですな。現登場は育成上限が上がって楽に攻略できるようになってからやりますわ。という方はスルーしちゃっていいかと思います。今回の新スタイルをゲットしたからといって確実にメガリスドラゴンに勝てるというわけでもないですからね。以上、走破の記録探索応援開催記念、サガ魂ガチャ、ボール編、新スタイルざっくり性能チェックのコーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。